東湖。東湖共和国、東湖居、ウアー国、通称東湖は、西アフリカに位置する共和制国家。東にベナン、北にブルキナファソ、西にガーナと国境を接し、南は大西洋のギニア湾に面する。首都はロメ。南部は高温多湿の熱帯性気候。北部はサバナ気候で南部より雨量が少なく、湿度も低い。 正式名称はフランス語でレピブリク・トゴレーズ。通称トゴ。公式の英語表記はトーゴーリーズ・リパブリック。通称トーゴー。フランス語で英語でと表記することもある。トーゴは英エエ語でラグーンのある地の意味。15世紀末にポルトガル人が到来した。16世紀以降は奴隷海岸の一部として知られた。19世紀まで 奴隷の供給地とされていた。1884年にドイツの探検家、グスタフ・ナハティガルによって海岸地域が保護下に置かれ、1885年、東後全域がドイツ領東後ラントと宣言された。第一次世界大戦にドイツが敗戦すると、イギリスとフランスによる委任統治領とされ、東西に分割された。フランスは東部のフランス領東後ランドを イギリスは西部のイギリス領東欧ランドを統治した。1946年国際連合の信託統治領として植民地支配が継続された。1956年フランス領地域は自治権を獲得した。1957年イギリス領地域は後のガーナとなるイギリス領黄金海岸と併合された。1960年4月27日 フランス領地域が独立し、統合共和国が建国された。1963年、クーデターでシルバヌスオリンピオ初代大統領が暗殺され、ニコラ・グルニツキ元首相が大統領就任した。1967年1月、ニャシンベエアデマリク軍中佐がグルニツキー大統領を追放し、4月には自ら大統領に就任した。1979年、 民政遺憾に伴う大統領選で、エアデマ大統領が当選。1991年6月、実権は、エアデマ大統領からジョセフコク・コフィゴ首相に移ったが、大統領派の軍が反発し、首相官邸を襲撃した。12月に、国民統一暫定政府を樹立した。1993年8月、RPT による一党独裁から、 複数政党制へ移行後初めての大統領選が行われ、エアデマ大統領が当選した。1994年2月、議会選で、大統領与党である RPT が過半数割れし、野党の革新行動委員会、カーが第一党になった。エアデマ大統領は4月、野党第二党である、党郷民主連合、ユトドの当時を首相に任命した。 1996年8月の選挙では、与党 RPT が過半数を回復し、補助首相は辞任した。エアデマ大統領は新首相に、RPT 党員のクワッシシクルッツェ計画、地域開発省を任命した。1998年6月21日の大統領選で、エアデマ大統領が当選したが、野党陣営は不正があったとして反発。 1999年3月の総選挙では野党がボイコットする中、与党 RPT が81議席中79議席を獲得した。5月、エアデマ大統領は新首相にウジェーヌ・コフィアドボリを任命した。2000年8月、経済立て直しの遅れを理由に議会が首相の不信任案を可決し、アドボリ首相は辞任した。エアデマ大統領は 公認首相に、安倍嫁子女を任命した。2002年6月27日、議会選に向けた、体制準備として、子女首相を解任し、RPT 党員のコフ様国民、教育研究所を公認に任命した。8月、カーなど4つの主要野党は、対 RPT 連合の結成で合意、与野党の対立が深まった。10月27日、議会選が実施され、 RPT が81議席中72議席を獲得して圧勝した。野党はボイコットした。12月30日、ほぼ RPT 支配下の議会は、大統領の参戦禁止事項を撤廃する憲法改正案を可決した。2003年11月、中華人民共和国の援助で、新しい大統領府を建設し始める。2005年3月5日、 エアデマ大統領が療養のため、フランスに向かう途中、飛行機の中で死去した。同大統領は、1967年のクーデターにより、政権の座についてから死去するまでのおよそ40年近く政権座にあり、アフリカ最長の国家指導者という事実上の独裁者として君臨した。東後共和国憲法では、大統領死去の際の大公職には、 国会議長がつくとされているが、南ゃ陸軍参謀長は、国会議長は外遊中であり、権力の空白を防ぐためとして、エアデマ大統領の息子ホールに足んべ設備、工業、電気通信省が大公職に就いたと発表した。しかし実際は、東後軍は陸海空すべての国境を閉鎖したため、国会の議長が東後国内に戻れなくなっており、権力世襲。 憲法違反の措置であると、西アフリカ諸国経済共同体、エコアスやアフリカ連合、英雄等の国際社会から非難され、2月25日にニャシンベ大統領は辞任した。議会のボンフォワ・パス副議長が暫定大統領に就任したが、4月24日の大統領選でニャシンベが当選し、5月4日より再びニャシンベが大統領の座に就いた。 しかし、選挙に不正があったとする、野党側との対立で154人が死亡する、流血事件に発展した。2010年3月4日には、大統領選挙が行われた。事実上、ニャシンベ大統領と、党の総書記の一騎打ちと見られていたこの選挙では、抗議デモがあったたは、流血沙汰には至らず、戦艦は、ニャシンベ大統領が60.9%の票を、 獲得したと発表した。党後は共和制、大統領制を採用する立憲国家である。国家元首である大統領は国民による直接選挙で選出され、任期は5年と長く、再選制限はない。大統領は強大な権力を憲法により保障されている。内閣に相当する閣僚を評議会は首相及び閣僚で構成されるが、 実際の行政権は大統領が行使し、閣僚評議会はその執行機関に過ぎない。よってその権力は極めて小さく大統領の補佐機関であると言える。議会は一員制の国民議会81議席で議員任期は5年。主要政党には党合人民連合 RPT がある。RPT は旧独裁政党で現行憲法により、 複数政党制が承認されてからも議会内で圧倒的多数を占める支配政党である。他の主な政党には、裕福、パンアフリカン愛国連合、CPP があるが、いずれも RPT よりか政治勢力が小さいため、政権交代の可能性は極めて低い。2001年1月、森吉郎が日本の内閣総理大臣として初めて、 サハラ砂漠以南のアフリカ諸国、南アフリカ共和国、ケニア、ナイジェリアを訪問し、21世紀に向けた日本の対アフリカ協力基本方針を裏かにした。日本は東後への ODA を実施し、現在もそれは続いている。資金援助の他にも放送機材を提供して国営放送を支えている。日本は東後から綿花や魚介類を輸入している。 東日本大震災において、国際熱帯木材機関を通じ、復興用木材の提供を行った。当後の地方行政区画は5つの州に分かれる。また、5州は、首都のロメ、コミューンと30の県に分かれている。主要な都市は、ロメ、首都がある。人口10万人以上の都市はそこで、殻がある。北部はなだらかに起伏するサバナで、中部は丘陵である。 南部は高原だが海岸平野は片と小宅からなる。海岸は熱帯で平均気温摂二27度。北部は乾燥した熱帯サバンナで平均気温摂氏30度である。南部では4から7月と10から11月が雨季だが降雨量はあまり多くない。農業が国内総生産 GDP の約39%労働人口の 約64%を占める農業国。綿花、コーヒー、ココアが輸出額の30%を占める。世界最貧国の一つ。外国からの援助に依存しているが、欧州連合 EU は1998年6月のニャシンベエアデマ大統領当選を認めず、7月から協力停止を発表した。当郷の鉱物資源は林鉱石である。 1969年時点には14万3000トンだったが、1991年には296万5000トンまで採掘量が増加し、世界シェア10位に達した。しかし、資源の枯渇も早く、2003年時点には53万トンまで減少している。主要産品はセメントにとって変わられている。未開発の資源として、鉄鉱石が確認されている。 鉄を40%含むため、最高品位ではないものの採算が取れるとされている。推定埋蔵量は9500万トン。選抜徴兵制。兵役は2年。陸軍9000人、海軍200人、空軍250人。2002年の国防予算は3、300万ドル。住民は、アフリカ系が99%で、40以上の民族がある。主な民族は、 エワ族、ミナ族などである。他に、ドイツ、フランスやレバノンからの移民がいる。言語は、フランス語が、公用語だが、旧宗主国ドイツのドイツ語やエウェ語やカビエ語、ダバニ語、ダゴンバなどが主要言語。北部はのモシ語や。宗教は、伝統的宗教が51%、キリスト教が29%、イスラム教が20%である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。